ウマルムサ・ヤラドゥアは、ナイジェリアの政治家。フラニ族出身。2007年5月29日に、ナイジェリアの大統領に就任。ヤルアドゥアとも表記される。2006年12月に大統領であったオルシェ軍、オバサンジョに、後継指名された。ウマルは、カチナのフラニ族の有力な家系に生まれた。ヤラドゥアは、カチナ市長国の財務官であることを示す称号でも、ある。 生まれわら復家及びルツイマ小学校、国立ケフィ高校及びバレワ高校を経て1975年ザリアのアフマドベロ大学で教育と科学の学位及び1980年に分析科学の修士号を得た。ラゴスやザイラで教職を務めた後企業に転職、複数の企業で役員を務め、政治に転身、前職は北部勝稲州知事。州知事時代には、 経済、財政改革や社会基盤の整備に手腕を発揮、北部でシャリアを導入した5つの州の一つであり、2002年には、ある女性が一周値を宣告された。おばさん女の軍政時代の副官シェフムザ・ヤラドア、少将の弟であり、2006年に副大統領のアティク・アブバカルが、与党国民民主党を追放された後の12月16日17日の党大会で、 後継候補に選ばれ、2007年4月21日の大統領選挙の候補者として立候補。公式結果によれば、時点の全内ジェリア人民党のムハンマド・ブハリの4倍近い得票で当選。国際選挙監視団は、不正投票や票の水増し、投票所の襲撃事件などを挙げ、有効性を疑問視したが、同年5月29日に大統領として就任した。 この選挙は有力候補がどちらもフラニ族であったためフラニコンテストとも呼ばれた。汚職だらけと評されるナイジェリア国内の政治情勢の中でおばさん女の区別とする見方や精錬なイメージが強く選挙を通じて国民の評価を得たとの見方もある。2010年1月13日、ヤラドゥアは心臓病の治療のためサウジアラビアの病院に入院中で 50日間大統領不在のため国政に混乱が生じていると報じられた。このため2月9日、大統領権限が副大統領のグッドラック・ジョナさんに移譲された。同年4月には会話困難な状況であると報じられていたが、5月5日に心臓病のために大統領官邸にて没した。58歳没。ありがとうございます。